ひよこの死。はい、やってきました。鶏小屋の隣にあるひよこ部屋です。ここには生後10日ほどまでのひよこがいます。最近たくさんひよこが生まれて、ここだけで60羽ほどいます。常夏のフィリピンといっても、田舎では朝と夜は割と冷えるので、電球でひよこたちを温めています。段ボールでより温まるようにして、暑くなると涼めるよう段ボールの外に出れるようにしています。餌と水を与えて、糞は下に引いた紙を取り替えて対応しています。たくさんひよこが外に集まっています。はい、右側は割と大きめのひよこで、このサイズほどになると、死ぬことはほとんどありません。下に米のもみ殻を敷いています。こちらも同じく電球で温めています。はい、日中は 25W の電球、冷える朝よりは 100W の電球を使っていて、 LED の電球でない理由は明るいですが暖かくならないからです。弱っているひよこを発見しました。わかりますでしょうか。ここです。こんな感じで毎日、数は死んでしまいます。お尻に糞が詰まってうまく排便できない子には、手で、固まった糞を取ってあげています。こんな感じでひよこ小屋ではなく屋外で自然に育てているひよこもいますが、やはり一定数死んでしまいます。もし詳しい方がいれば原因を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。